サーニアはカナダ・オンタリオ州南西部の都市、人口7万876人、ヒューロン湖周辺では最大の都市、五大湖の水系にあたるセントクレア川に面している。ラムトン郡に属し、同エリア最大の都市、サーニア港は五大湖の重要な気候地として機能しており、穀物や鉱物、石油製品を積みにした貨物船が行き来することで知られる。 街の自然光に初めて関心を寄せたのはフランス人探検からサールであり、サーニアの語源はノルマンディの沖にあるチャンネル諸島ガーンジー島の名前をラテン語にしたもの。都市の名は幾度となく変わり、1830年代諸島、最初の入植が始まった当初はザ・ラビッツと呼ばれた。1836年にポートサーニアと変更され、以降、街は 着実に発展し、1856年に調整が組織され、1914年にサーニア市、シティオブ・サーニアとなった。1991年、隣町クリアウォーターと合併。都市名は、サーニアクリアウォーター市、シティオブ・サーニアクリアウォーターとなり、人口7万人を超えるコミュニティとなる。1992年に再び、サーニア市、シティオブ・サーニア 正式名称、ザ・コーポレーション・オブ・ザ・シティ・オブ・サーニアとなり、現在に至っている。豊富な木材資源に囲まれた地勢にあり、近辺で石油が発見され、1858年に大西部鉄道、1859年にグランドトランク鉄道が付設されたことで、町は発展した。これらの路線は、後の1889年に、 セントクレア川の下を通るトンネルができたことでアメリカと直接つながるようになる。乗用車による移動はブルーォーターブリッジが1938年にできたことで容易となった。1920年代に現在もある船舶関連の施設が多く建設されたことで不登校であることを含め推進の深い優れた公益港としての地位を得る。 1800年代の中頃以降から同エリアにはすでに石油産業が入っており、1942年の第二次世界大戦時には合成ゴムを生産する会社としてポリマー社が設立される。これが同市にとっては石油化学基地としての最初のステップとなる。1850年代に北米では最初となる石油がペトロリアの近辺で発見され、 町は急速な発展を遂げる。1891年、川の下を走る鉄道のトンネルとしては、北米初となるセントクレアトンネルが開通。当時の技術としては、画期的な出来事となる。1938年、ブルーウォーターブリッジが建設され、セントクレア側の対岸、アメリカ側のポートヒューロンと繋がった。この橋は現在、 オンタリオ州の国道402号線とアメリカの国道94号線、国道69号線とをつなぎ、物流、交通の重要な要所となっている。第二次世界大戦時、ゴムの資源となる熱帯の天然ゴムが不足する危険にさらされたことで、合成ゴムの開発が急務となり、サーニアはこの開発の最前線に選ばれた。 アルバータ州の石油が大きなパイプラインを通してこの町まで運ばれており、石油生成や石油化学製品が市内の主力産業として町の経済を支えている。また、ケミカルバレー、ケミカルバレーと呼ばれる市内の地下には大きな岩塩層があることが発見され、塩層をはじめとして様々な成分の原料となっている。産業が拡張されていく過程で、 都市の人口はセントクレア川沿いから東部に向かってヒューロン湖の湖岸沿いに移っていった。砂浜と水のきれいなビーチが観光客に人気で、港には娯楽用の船もある。シーズンには末期の大島までを船で走るレースがあり、毎年3000以上もの搬送船が見られる。ありがとうございます。